チャチャチャは、チャチャチャとかマンボとかいろいろ言い方ありますけど、皆さんそのクワフェは分かりますよ。分かりますよね。テンポですね、基本は。ね、そのムードですね、ムード。チャチャチャっていうのは、1900年初頭ぐらいに、アフリカからこう、ね、ナイジェリアからこう黒人の方々が入られて、もう自分たちが踊るためにその人たちに演奏させて、ね、ちょっとパーカッションとか。で、元からあるスペインの、スペインの、宮廷音楽っていうかね、こう優雅なこうバイオリンとかそういうのが入った音楽にそのこう、パーカッションが入ってちょっとリズミックな、その時代を経た音楽なので、優雅に踊るための音楽の一つ、ダンソンっていうのとチャチャチャ、ダンソンっていうのはね、あの高木秀ちゃんはティンティンティンあティンティンあ、そう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 。その時代のですね、1920年ぐらいですね。もうもちろんこれダンスなんですけど、あれパーカッションもう少しリズミックになると、リズムはこう横に入れてたのが縦に、くちゃくんくちゃちゃちゃくちん。チャッチャッチャッってこう絹ずれの音でできたって言われて、でチャッチャッチャッ、だからチャチャチャっていうのはギチャキンギチュチュチュっていうのはないんですね。全部このテンポのグチャクンチャッ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 、ダンスはもうこれより大体遅い、それより遅いのがボレロで、これより速くなると今度農作業するときにこうっていう、しやすいような感じになる。このワラーチャ、ワラーチャってですね、G-U-A-R-A-C-H-A、ワラーチャ。で、いわゆる皆さんのマンボっていう、マンボっていうリズムはこれワラーチャ。マンボっていうリズムは実はないんですね。ベースでこうどんどんリズムを作った人がカチャオっていう人がいるんですね。これマンボウで、それにゼンキテリシティチチ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 テテレステテテテテ、もうセクションでずっと動いてる、それをマンボって言ったもんで、途中 の、 こうサルサの間に入ってくる管楽器のこうセクションがあって、それで歌になって、またセクションになって歌になって、それをみんなマンボって、マンボって言うと何かしらこうフレーズをやると、もうその場で作って、でそれに合わせてもうバーってもうそのどんどん作っていく、これマンボですね。